最新のポケモンガオレを紹介するぞ。4月25日より稼働、ポケモンガオーレウルトラレジェンド5弾。ウルトラレジェンド5弾の超強力なポケモンたち、今回の遊べるコース、ミュウツールーレット、集めようガオーレグッズ、みんなで参加しようイベント情報も紹介するぞ。それではスタート。ウルトラレジェンド5弾ではついに原始回帰する伝説のポケモン、グラードン海王ガが新登場。原始グラードンは断崖の剣、原始海王ガは根源の波動を繰り出すぞ。そしてデオキシスがガオーレ初登場。時期によってゲットできるフォルムが変わるぞ、要チェックだ。ヤドキング、マンムー、ブーバーン、エレキブルはグレード4で登場。ウルトラビーストも襲来、アクティキング、さらにあのウルトラビーストも。ウルトラレジェンド5弾ではバトル中に特別なルーレットが発生することが。ミュウツールーレット、ルーレットを止めてミュウツーを呼び出そう。バトルを助けてくれるかも。さあ、話題のポケモンがいっぱいのウルトラレジェンド5弾を体感しよう。ウルトラレジェンド5弾のコースは、始めようガオーレコース。伝説のポケモン、グラードン海王ガが原始回帰で超パワーアップ。原始回帰海王ガグラードンコース、デオキシスがさまざまなフォルムで登場。デオキシスコース、ノーマルフォルム、アタックフォルム、ディフェンスフォルム、スピードフォルム、さらに新しいコースも登場するぞ。ウルトラレジェンド5弾の新しいサポートポケモンはハイリキーとドサイドンだ。ガオレパスを使ってゲットしよう。トレーナーとバトルは5月30日頃開放。ガオレパスを使って新たなトレーナーたちとバトルしよう。4人倒すと5人目のトレーナーに挑戦できる。バトルするとさらに特別なことが。ポケモンガオレがもっと楽しくなるガオレグッズ新発売。伝説のポケモンでパワーアップセット、フリーザー、サンダー、ファイヤーバージョン、3匹の伝説のポケモンが君の仲間に。手に入れて強力なポケモンに挑もう。ガオーレパスもついてくる。君のコレクションをしっかりたっぷりファイリング。伝説のポケモン、幻のポケモン、ウルトラビーストがデザインされたガオーレファイル3、ガオーレトランク2。ガオーレトランクがマスターボールカラーで登場。最大96枚のガオーレディスクやガオーレパス、ポケモン Z パワーリングが持ち歩けるぞ。コンパクトなのにすごいぞ。ガオーレボックス、最大24枚のガオーレディスクを収納できる。さらにガオーレパスも収納できて、そのままポケモンガオーレのマシンにセットできるのだ。使いやすさ抜群、絶対に手に入れよう。ポケモン Z パワーリングソルガレオセット、専用 Z 技サンシャインスマッシャーを使うスペシャルガオーレディスクソルガレオもついている。集まれバトル大会、全国のガオーレステーションで開催。今回手に入るディスクはなんとブラックキュレムとホワイトキュレム。参加してスペシャルガオーレディスクを手に入れよう。詳しくは公式ホームページを必ずチェックしてね。ポケモンガオーレの情報は公式ホームページでチェックしよう。ガオーレパスを持っていればガオーレメンバーズに参加できるぞ。ポケモンガオーレで検索。